のお祭りといえば、ポッポ焼き。他の地域では蒸気パンとも呼ぶところもあります。ポッポ焼きは新潟県下越地方で見られる長細いパンのような菓子。茶褐色で細長くやや扁平な形状をしています。新発田市を発祥とする黒糖風味の蒸気パンで、子供から大人までみんなに愛されています。作り方は、薄力粉に黒砂糖と水、炭酸、みょうばんを加えて専用の焼き器で焼き上げます。お祭りの屋台では温かい状態で販売されています。緑の紙に包まれて渡されるのが定番。もちもちとした食感と黒砂糖の素朴な風味が最高なの。私も新潟のお祭りで絶対買います。まだ食べたことがない人は絶対食べてみてね。